こえない。愛探し求めそうなるさ、主さに耐えて cry every night。 恋し君の名を呼べば厳しいからね。一緒によくやってたけどね。俺はごまかすのやめたんだよ。
金流さんでした誰が横芝なんですけどあっちは変だったみたいなでも朝日本じゃないですか、うん、あれ YouTube で朝日の映像もありますよね朝日すごいよねじいちゃんが筆さんが少しだけあったんですよね飛び合わせてるのにでも、飛び合わせてるのにお前いいよって言ったら親戚の方もそういうのうちのね、親戚が5人になったんですよそのままね大事ですよ親戚さんはね